こんにちは。こんにちは。小原田水沙です。小原田ひろみです。楽しかったね、昨日ね。おかげさまで本当にありがとうございました。ね、3周年、さらに3周年記念のね、はい、お話会ということでね、うん、和歌山県の西本慎二先生に来ていただいた。はい、そうね、遠回りをして東京経由でちょうどね、静岡の掛川でなんか会があったんだよ、うんうん、笑い関係のね。そう、うん、でだけどね、まあそのまま新幹線で和歌山に帰るか、うん、東京経由で飛行機で帰るかっていうことでさ、うんうん、まあこっち回りで、ね、うん、帰ってくださった。帰ってくださった、本当にありがたい、うん、でね、サロンに来てくださって、はい、楽しい話をね。そうね、だからさ、実はその私のサロンは、うん、まあ、来ていただいた方ばかりだと思うんですけれども、シルザナさんという美味しいカレー屋さんの2階にあるんですね、うん、でシルザナさんの前の通り、まあ、私のサロンがある通りは商店街になっていて、そうな、石神井の駅からずっとな、そうそう、まっすぐ、ね、伸びている、うん、あの商店街になってて結構にぎやかなんですね、うん、で時々イベントがあって、うん、でちょうど西本先生が来るときに、うん、お祭りの2日目で、うん、阿波踊りがそうだなあると言って、 であのチラシを私見たときにガーンだったわけですよ先生のお話と、ね、まあ、外気候を受けていただこうと思ってるのに、うん、その時にちょうどね、あの踊りの時間になっちゃったら、うん、どうなっちゃうのかななんて思っておりまして、うん、そしたらでもね、西本先生よくフェイスブックにも、うん、阿波踊りのことはアップしたんだ、うん、まあいいかと思って、なんとかなるよと思ったんですよね、うん、じゃあなんとかなったんですね。そうそういや、だからちょうどさ1時から始まって、うん、青踊り3時からだから、そう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 、なだからちょうどさ、うん、話を聞いて、うん、その後にぎやかにさ、にぎやかにな、あの BGM になりながらしながらお話をして、だから西本さんも青踊り実際あれ現地行ってるでしょ、の人も、うん、でそこで飛び入り参加してチャンピオンになってんだから、うん、なあ、すごいんだよ、タイミングいいじゃん、うん、なあ、ああいう西本さん来た時に阿波踊りでよかったんだ、すごい、だからそう、らこれってさ誰もさ意図してないわけだよね、ああ西本先生が来るさ阿波踊りを呼ぼうじゃなくて、そうそうそう、本当にその日にちょうど阿波踊りだったわけよ。そうだよ、で西本先生は今日話の中でもちょっと阿波踊りの話をしようと思ってたという、うん、ああそうだな、その、うん、その写真もある持ってきてたの、そうそう、写真も持ってきてくださって、皆さんにちょっと披露しようとね、うんうん、まあ、だからじゃあなぜ、ね、西本先生がそこに到達するかっていうのは、それは長い長いお話があるんだけどね、うんうん、まあでも本当彼とはね長い付き合いで、うんうん、まあ、20年超えるお付き合いでね、うん、昨日私初めて改めて知ったんだけど、私は実は新機構 の、うん、あの医療、昔はね医療機構士養成講座だったんだけど、うん、あれの第9期生なんですよ、はいはい、西本先生16期ですよね。そうだよ、うん、遅かったんだよ、私、そう、私のこと、もちろん私のも先輩よ、そうそうそう、そうだったよ、うんうん、そうで、それからずっとね、まあうん、その後、まあ、講師としてね、うん、いらっしゃったことだったし、うん、あの小渕先生の病院の方にね、研修というか、そうそう、そうだね、いらっしゃった時はもうこちらの方にいたので、うん、しょっちゅうお目にかかることができたしね、そうだよ、うちにも遊びに来てもらったし、うん、長い長いお付き合いなんです実は。そうだよ、うんうん、あのハワイにも一緒に行ったことあるんだよ。ハワイにも行ってるし、うん、札幌もだと一緒に行ってるし、あ、札幌も行った、そうだそうだ、然別湖も一緒に行ってるでしょ。その時に行ったの、一緒にね、然別湖に行って、うん、あの氷の、そうそうそう、二人で行ってるじゃん、うん、お風呂に入ってね、うんうん、まあいろいろと面白い付き合いだよね。そう、うんうん、でまあね、お互いに、うん、ね、もうあれか20年だからさ、うんうん、当時は30代ぐらいの時か、うん、なあ、まああの頃はまだね若いからさ、うん、うん、こうなんて言うんだろうな、なんかこう気持ちが先走ってしまうようなこともね、うん、あったけれど、うんうん、まあ、また新たな形でね、うん、一緒になっていろんなことができそうな、ね、うん、やっぱりドクターだよね、石本先生、あのこう、うん、なんていうの、お茶目でね可愛らしい方だけども、うん、基本お医者さんなので、うん、きちんとデータを取ってらっしゃる病気ね、例えば気とそう医療とかさ、うん、そうそう、そういうのもやっぱり架け橋になりたいってことで、うん、きちんと緻密にこうデータを取ってらっしゃるっていう、そこはやっぱり信頼性というか信憑性というか安心感というかさ、そうだからさ、代替療法とかさ、うん、まあ、機能医療がさ、うん、どういう形でこうあの医療に関わる人たちに認められるかっていうことを非常に意識してやってるからね、うんうん、まあ、大事なことよ。だからただ、うんうん、あ、治った治ったって大騒ぎするだけじゃさ、うんうんうん、本当に浸透していかないのよ、うん、本当だね、これはもうさ、うん、誰もがなんていうの、感じながらもできなかった
ったんだよ、うん、なだからそれを先生はきちんとさ、うん、やってるからね、うん、あの積み重ねがねこれからね、うん、非常に大事になると思うね。だから今までのね何十年という期間ずっとやってきたわけだから、うん、で自分が難病体験してるから、うん、潰瘍性大腸炎という難病を体験し、うん、これはもう治らない、うん、病気なんだよって言われてるものが、うん、103人か、うん、ね、うん、良くなってきてる、うんうん、これはもう大変な話でさ、うん、実際本当にそのデータがあるわけだから、うん、悪かった時のデータがありそれがどう良くなったかっていう全部残ってるわけだから、うん、これはすごいよね。あの腸壁の写真はすごかったね、うん、あツルツルの本当にツルツルのさ腸壁がバリウム飲んだら写っていて、うん、普通だったら重毛とかがあってちゃんとしてるのがさ、うんうん、ああいう風になっちゃうんだよね。そうそう、だからまあね、うん、いろいろきちんと彼は原因も分析して、うん、こういうことだろうっていうことであったけど、うん、これもね大事な話でね、うんうんうん、だから本当にねああいうなんていうのある意味では目に見える世界での、うん、あのきちんとした研究っていうかさ、うん、データっていうかさ、うん、そういったものはねやっぱりどうしても必要だね、うん、でその上で見えない世界のことも、うん、当然そこに関係してくるわけだから、うん、そこを語っていくとね説得力が全然違うんだよね、うん、そうだね、あ、うん、すごいな。やっぱ体験に勝るしはなしというかさ、まあ、結局その必要だから体験させられてるわけでさ、うんうん、ってことはじゃあその役割があるわけだよね。そうそうそう、なぜ多分もう今は笑い飛ばしてくと本当つらかったと思うよ、あんな一日に40回も50回もトイレに駆け込むようなさ、だそこでそれをどうねその辛さをどうなんて言うんだろう和らげたりとか、うん、結果的にはプラスに転換してるわけだから、 そうだよね、その辺のね彼のこの生き方というかさ、うん、ものの考え方とかね、うん、これはね、うん、あのいろんな苦しみ感じてる人はね、うん、勉強になるね、うんうん、でああいうねこう笑いと本当に笑い飛ばしてるわけだからさ、うん、ね笑いいっぱい、振りまき笑いを取ろうと頑張り、うん、そうね、滑ってるのもあったけどいっぱいなまず子供たちに受けるかどうかすごい気にしてたんだけどね、うん、なあ、うん、うん、楽しかった、そうだよ、うんうん、だけどさこうやって楽しかったって仕事できるって幸せなことだよね。そういうことよ。そうそう、だから、ね、だからそういうね、うん、やっぱりこう、うん、今まで変わってきた人たちが財産なんだよね、うんうん、あで同じような感性の人、まあ、長く続くっていうのはね、うん、やっぱりそういう感性が、うん、なんかその共鳴してるところがあるから続くんであってさ、ね、べったり同じだとやっぱりしんどいんだよ。そう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 、だからやっぱりその重なってる部分がちょうど心地いいんだよね、うん、そうなんだよね、この部分で重なっている。そうあなたと私もそうじゃん、うん、べったり同じ性格、全く違う性格で、よく子供たちにもよく夫婦やってるねって言われるんだけど、うん、違うんだよね。そうでも極めて重なってる部分がある。そうだね、ここがすごく大事だ。そうだな、うん、ね、でその本当にそうだよ。で昨日も本当に二十数人集まってくれてさ、うん、なやっぱりみんな同じ、みんなさやっぱりなんていうのやってることも違えばさ、いろんな考え方も違うわけよ、うんうん、なだからその中でもなんか一つの本当にわずかな重なりを、うん、ね、があるからこそああやって集まるわけで、うん、であの後もさ、うん、ね、あの阿波踊り踊ってさ、うん、ね、でその後いっぱいやるわけだけどさ、うん、やっぱりねいっぱいやるのはいいね、やっぱねそのおびせおびせじゃないけどさ大事だね。ああ、うん、バーって飲んでさ、うん、ワイ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 言ってさ、うん、あそこでなんかこう仕上がるっていうの、うんうん、そういうのはあるよね。まあね、時間が遅いからね参加でいただけない方もいらっしゃってね、本当残念だったんだけれども、うん、でもやっぱ友達の友達はみんな友達っていうさ、そう、うん、私あんまり得意じゃなかったけど、うん、やっぱこの年になるとやっぱそれ嬉しいよね。広がれる、この年になっても世界が広がっていけるってすごい幸せかなと思うんだよね。そうだよ、もう懐かしいね、あと師匠と慕う ね, ね, そうね、うん、子も来てたしさ本当だなあ、可愛い娘さん連れてきてたんだから、まあ、付き合いもう何十年だからね、なあ久々に会うわけでしょ。すっごいよね、うん、本当に、うん、嬉しいね。そうだね、うん、でまた新しい古い付き合いが復活そこでしてきたり、うん、新しいお付き合いが始まったりさ、うん、ね、うんうん、そういう中でさ、まあまあね、だからこういう世界の人たちだから、まあ基本的には変な人たちが多いんだけどさ、でもその自分たちが一番変だからもうこれ仕方ないわけよ。そうだから、その変さが心地いいんだよ。そうだね、ちょっといわゆるなんていうの、あのいわゆるこういわゆる常識というかさ、うん、ね、カチカチのところからこう外れたところでね、うん、動いてる人たち、うん、ね、そういう人たちはさ、そういう人たちでやっぱりあの大変なこといっぱいあったわけで、うんうん、そういうものを全部飲み込んだ上で自分のやるべきことを、うんうん、見出したり求めたりしながら生きてる人たち、うん、そういう人たちが集まってくるっていうのはね、うん、非常に幅が広がる、う
ね、うん、一つの会社の中でさ、うん、一つの何か仕事をやってる連中が集まるとはまた違うさ、うんうん、ものがさ、うん、生まれてくるじゃん。そうだね、うんうんうん、すごいな。そうだから本当に、ね、日頃はさ、うん、まあなんていうの、固いお仕事をしてても、うん、こういう時にさ、うん、ちょっと弾ける、うんうん、そういうのは大事だよな、うん、あるかもね、うんうんうん、すごいな、ね、まあそういうことで、うん、またね西本先生来てもらおうな。そうだね、まあ、ね、またねこちらの方に来る機会だったらね、お忙しいからね、もう難しいと思うんだけども、ね、東京にちょっとね、うん、来ていただけるとことがあったら、うん、そういう時ほら群馬にあるだから、うんうん、なあ、そうだね、そういう時とかね、まあねタイミングが合えばさ、うん、ああわざわざと大変だから ね、 そうね、もっともっとお話質問もしたかったっていう方いっぱいいらっしゃったしね。そうだね、うんうん、ぜひまた、うん、そういう機会を ね、 そうだね作りたいと思います。はい、どうもありがとうございました。